Hey! Hoyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on se retrouve sur Tales of Berseria pour continuer mon aventure! Hey! Ouais! Donc là, le but, c'est d'aller à cette tour qui est pas loin, là, de ce paysage vraiment joli, on va dire, de geyser naturel. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un joli cadre. Donc c'est parti, allons-y! Bonjour! Non, 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 non! Oui, toi! Ouais, voilà. Voilà. Ok, c'est ce truc. 1, 2, 3. Ah merde, il fallait le maintenir. Merde. Merde. What? Peut-être un choc en fait, il faudra s'appuyer. Merde. C'est ça, c'est une découverte, what the fuck. Moi j'ai activé en fait le truc, je restais pas appuyé en fait pour lancer le machin. ここかてこ全長回今かとは射撃一等この距離なら外しません。ゼロの方。ハグ。随分変わった立ち筋。 何の問題もありませんね。 船の連中にされとうまは飲ませたか。うん。そうか。礼を言う。この兵士はお前がやったのか。死んではいないようだが。俺が来た時にはこうなってた。
ザビーダの野郎だろ。一人も殺さない流儀か。清涼はよほどザビーダを捕まえたいらしいな。だがあいつも罠だと分かっている。分からんのは俺を巻き込んだ理由だ。手を組む気がないなら、アイフリードの存在をほのめかす必要はない。罠と知っててなぜ行くのですか？確かめるためだ。アイフリードは死神の呪いを解く方法を見つけようと躍起になっていた俺に言った。無駄なことはやめろ。呪いの力を持って生まれたなら呪いごとをお前だろ。自分の意志で舵を切れば死神だって立派な生きる流儀になるはずだってな。だから俺はバンエルティアに乗った。生きる流儀。たとえアイフリードが殺されたとしても、それがあいつの意志の流儀の果てならそれでいい。だがあいつの流儀を踏みにじったとしたら、誰だろうが絶対に許さん。誰だ？立ち聞きとは行儀が悪いな。内緒話ならお家でやんなって。ザビーダ、アイゼン、一緒に行くことはできないの？けじめをつけなきゃ手は組めねえ。デサンコ。まあそういうこと。わざわざ出てこんでもいいのに。わけのわからんやつじゃの。まったくね。ローライネの城塞は大魔師の訓練施設だと言ったな。はい、古代遺跡を利用した巨大な塔です。ライフセット、テレサと契約した時にあんたもそこに行ったんじゃないの？テレサ様と初めて会った頃のことはあまりよく覚えてないんだ。そう。どういう訓練をしてるんだ？大魔師の適正試験と霊力に応じた精霊の付与、並びに精霊術の修練と規律を享受する施設です。下級の大魔師たちが精霊術の特訓をして上級を目指すための道場なんだな。いいえ、大魔師の霊力は訓練で強化する類のものではありません。私たちは生まれ持った才能に応じた精霊を与えられ、自らに適した技術を学ぶだけです。二刀大魔師は一生二刀大魔師ってことか。はい。そんなんじゃ張り合いがないだろう。強くなりたいとか出世とかは思わないのか？出世に意味などないですし、等級の上下は刺激する精霊の種類や数といった適性の違いに過ぎません。人々をゴーマから守り、この世界を救うという思い、ただそのために私たちは清涼の門を叩くのです。そこまで献身的で禁欲的な生き方をするのか。まこと汚れなき誇り高き志じゃの。あんたたちも精霊と同じように意志を抑え込まれてるんじゃないの？正しい志を持たないあなたたちには決してわからないことでしょうね。ともかく城塞ローライネにはそういう大魔師たちが待ち受けているはずです。ああ、手洗い歓迎を期待するぜ。イエイ。Ah, un code de chat. 145, j'espère que vous donnez un truc. Ah! Aussi, boucle pendante droite. Ah, cool! En fait, il donne un compte-goutte. Ok, d'accord. しかし、ザビーダってのはよくわからんやつだよな。以前もそうじゃったが、相手を殺さぬことにこだわりがあるようじゃな。だから怖い感じがしないのかな。アイゼンと戦いそうになった時でも嫌な感じがしないんだ。それはボーがベルベットに毒されておるからではないかい？ベルベットに比べたら大抵のやつは怖くないわ。そうなのかな。私に聞かないでよ。ザビーダを怖く感じないのは多分あいつに殺気がないからだろう。喧嘩屋だから。ただのアマちゃんかもしれんがな。そんな喧嘩屋がアイフリードの失踪に絡んでいて、
聖霊にも戦いを挑んでいる。本当、よくわからないわね。まったくだ。なあ、わからないという点なら、あなたたちも相当ですけどね。Au moins, ça c'est franc et direct. の呪いを受け入れたアイゼンと、呪いを知って船に誘ったアイフリードがです。結局何も解決しない。断りに合わないわ。僕に死神の呪いがあったら、ベルベットやエレノアが死んじゃうかもしれないんだよね。そういうことでしょうね。だとしたら、一緒にいたくてもいちゃいけないって思うと思う。それで自分がすごく嫌になると思う。アイゼンも。けれどアイフリードが受け入れてくれた。呪いの力を乗り越えて。僕もよくわからないけど一つわかった気がします。アイフリードはきっと強い人なのですね。もちろん違法で無法な海賊ですけど。Ouais, t'es une douille, mais gros, lui. Pas de passage là, sérieux? Y'a pas de passage! Ah si, dessous. では抜けない性分ですから。OK。早々に火力を使う。ここだ。何だこれ。ついたぞ。ここだ。ずら抜け。ついたぞ。ここね。カレッツ。ここだ。ついたぞ。ここね。カレッツ。ここだ。ついたぞ。ここだ。切り裂く。そこだけ。ここだ。切り裂く。消え抜く。ついたぞ。ここね。カレッツ。消え抜く。参ります。王に。Ah, j'ai compris. Faut autant rester à pied. Ça va, ils ont pu me laisser. Ok. Apparemment, il y a un chemin qui mène en bas. Ok. Aizen, Zabida a porté un objet. Est-ce que tu peux me dire?アイフリードの持ち物なのですよね。聖霊の書庫で武具に関する資料を読みましたが、あんな不思議なものは初めて見ました。あれは異大陸へ行った時に手に入れたものだ。大昔に滅んだ古代文明の遺物らしい。俺もそうだが、アイフリードもお宝には目がなくてな。中でもあれは奴のお気に入りだった。どういうものなの？わからん。武器なのだろうが、アイフリードはもったいぶって触らせてくれなかったからな。一人で試した後、次に俺と戦う時の切り札ができたと楽しそうに笑ってやがったが。未知の古代兵器なのでしょうか。でもなぜザビーダはアイフリードを探しているのでしょう。盗んだお詫びをしようとしているとか。そんな殊勝な奴には見えんがな。本当に奪ったのかな。何？なんとなくだけど、ザビーダは人の大事なものを奪うような精霊じゃない気がするんだ。拾ったと言ってましたし、アイフリードにあれを返そうとしているのかもしれませんね。どうだかな。En plus, cette arme me fait penser aux armes utilisées dans Talof Symphonia.
Je suis pas sûr, mais bon. Ça me pensait à ça. Là, j'ai compris, voilà. Ah, yeah. Toujours la folle là, en mode frénétique. Ok, il faut y aller là-bas. D'accord. OK. Par contre, j'ai pris cher là. Ah. J'ai envoyé à la suite, ça, c'est efficace, mais je prends cher. À la flotte. C'est le coffre, hein. Ouais, je lui pas lui. Hein, ah, le coffre. Ok. Je remonte chez lui, j'espère. En fait, qu'est-ce qu'il y a ici en fait? C'est quoi la grotte là? Ça dit inconnu. Oui, c'est bon. Ah, c'est le plateau de... Burnak, c'est quelque chose, putain. Et c'est ça, c'est l'œuf Bessaria. Zestaria. Ok. Putain, je crois que je vais me spoil pour certaines zones, on va dire, de Talef Zestaria. Enfin, je crois. Thank you.
On va gagner. Fuyons. Fuyons. Pauvre fou. Fuyez. On fuit. Oui. On fuit. 36 là. Pour l'instant j'ai pas vraiment le level. Je suis level 31 en train de ça je crois. La fratrie là, ça va être chaud là. Allez, en y pensant, j'ai peu faire ça. Maîtriser. Je crois que je vais utiliser la fleurite. Un de feu maîtriser. Ok. Qu'est-ce que j'ai à maîtriser encore? Ouais. L'eau. On va essayer l'eau, tiens. Alors, j'ai fleurite fini. Je crois que j'en ai pas d'autres. Ah si, j'ai ceux-là. Ah non, ils sont déjà pris. Bon, mais tu vas rester avec celui-là. Hein. Voilà. Je suis à point de maîtriser. Oh, il est 4 pots. Je crois que tu vas garder ça en fait. C'est plus puissant que les autres. Donc tu vas garder les chaussures pointues. Yay. Ah, les tags brûlantes sont finies. Donc elle cite aussi. Faire les fleurites alors. On va équiper ça alors. Et de camp de cube. C'est cube, ok. Ça, je vais attendre un peu, je pense. Je dois peut-être faire en calcite. Bon, on va tester les coulantes, hein, la chaîne coulante, ok d'accord. Cool. Ah, sur le 36, on va le faire. Ah, je vais défoncer les gars.DNA
Gérer quand même. Oh putain, la grotte. À mon avis, je dois y passer après. Je le sens. Et le bateau est arrivé. Kébi Mourenu Tova, Wana Marudashiana. Kotchinga Wana au Kékai Surunova, Orikomizumi Nandesho. Son Ouede, Donna Teo Ute Kruko. Est-ce qu'il y a des trucs autour? Bon, ben quand même, je vais ouvrir le bateau pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Voilà. Yay! Yeah. Victoire, défaite, défaite. Bon, ben je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Tale of Vesperia, c'était Gunshow. Bye bye!